んこんばんは。今日もご覧いただきありがとうございます。今日は予告通り奈良時代の話かしら。そうですね。今日は伝説の剣闘士と言われる人物についてお話ししたいと思います。伝説の剣闘士、まだ登場していない伝説的な人がいたわけ。まあこの人物は功績がすごいというよりも、多くの謎に包まれたミステリアスな人という感じです。それは面白そうね。で、この人物は一体どんな人なんだい？伝説の剣闘士の名は、猪魔成です。猪魔成、変わった名前ね。この猪魔成という名はおそらく本名ではありません。唐の地でそのように名乗っていたわけで、日本にいた時の名前というのはわからないんですね。奈良時代の日本に、という名字はありません。猪魔成というのは唐の国で名乗っていた精神性をそのまま日本風に呼んだ名前というわけです。ということは日本ではなく唐側の資料に出てくる人物というわけね。そういうことです。日本側の資料には一切登場しない人物なのです。さて、猪魔成は日本側の資料には登場しません。しかし、彼をマスコットキャラクターにしている日本の自治体があるんです。そうなの？はい。それが大阪の藤井寺氏です。藤井寺氏はこの猪魔成を、まなりくん、という名で公式キャラクターにしているんですね。一体この謎めいた人物がどうして藤井寺氏のキャラクターになったわけ？それでは順を追って見ていくことにしましょう。そもそも猪魔成という人物の存在が明らかになったのは2004年のことです。割と最近なのね。現在では学校の資料集に載っているんですが、それ以前に卒業した人は名前すら聞いたことがないかもしれません。で、2004年にどうして猪魔成の名が突然出てきたんだ？きっかけは西安の骨董品市場でした。西安って昔の長安よね。そうです。ここは唐の時代の都だったわけですね。その影響か骨董品が多い文物市場があるんですね。その骨董市において、文字が彫られたとある石が売られていました。何やら珍しい石が出品されている、という連絡を受けた西北大学歴史博物館の加爆明さんはこの石を見に行くことにします。加爆明さんはこの石に彫られた文字を解読します。するとどうやらとある日本人の母子であることが分かったんですね。母子には、姓は姓、あだ名は神聖、国号は日本、と彫られていました。それで日本人の母子であると分かったわけか。母子には猪魔成という人物について、次のように記されていました。姓は姓、あだ名は神聖、出身国は日本といい、その際は生まれながらに引いて出ていた。命を受け、遠く東京に派遣され、馬を買って訪れた。東京の儀礼と風俗を身につけ、正式な服装をして朝廷に立つと、他に並ぶものはなかった。よく勉学に励んでいたが、まだその道を極めていないうちに、こうして突然の死を迎えるとは、誰も予想もしないことであった。開元22年、734年、の正月に、感謝で亡くなった。享年36であった。皇帝はこれを悼み、正式にその功績を称え、詔曲を下して詔位本与の官職を送り、官葬を執り行い、その年の2月4日に、万年剣の山水のほとりに葬った。礼に基づくものであった。ああ、悲しいかな。暁に棺を乗せた車を引き、葬儀の列には赤い幟を立てた。遠い国にいることを嘆きつつ、幽谷に倒れ、今は人里離れた郊外の墓の中で悲しみに包まれている。死ぬることは天の定めであるが、悲しいことに、ここは故郷から遠く離れている。体はすでに異国の土に埋められても、その魂は故郷に帰ることを願っている。骨董市でこの墓誌を見た加爆明さんは、これを驚くほどの安値で買い取って大学に持ち帰り、解析を経て、東大の日本人の墓誌発見、と発表することになるわけですね。加爆明さんは墓誌の記述をもとに埋葬地を特定しようとしましたが、特定はできませんでした。なんでよ。どうやらこの墓誌は不法な工事の最中に出てきたものらしく、その違法業者の手によって市場にもたらされたものでした。そんな闇業者が名乗り出て調査に協力するわけもなく、埋葬地の特定は困難だったわけです。まあいずれにしても、この猪魔成の墓誌発見は日中両国の歴史家にとって重大な新発見でした。この日本人の墓誌がなぜ大きな発見なわけ？この墓誌が重要な新発見と言われる要因は、この2文字にあります。日本。なんで、日本、という記述が重要な新発見なの？唐で隠しした猪魔成の墓誌に記された、日本、という文字。実はこれ、日本、という国号を記した世界最古の資料になるんですね。え、そうなの？日本という国の名前は国内の資料では大法律令や食日本に、唐側の資料で言えば苦闘所なんかの文献にも出てきます。
しかし、それらの文献というのは後世に何度か書き写しをされて現在に伝わっているわけです。つまり文献というのは当時のものがそのまま残っているわけではないんですね。ところが石に彫られた文字というのは当時からそのままですから、この墓誌に記された日本という記述が最古のものとされたわけです。それでこの墓誌の発見がニュースになったというわけか。そういうことです。ただしこの猪間成の墓誌が発見された後にも、実は日本と記された墓誌が他にもあったという発表がなされていますので、それらの検証も今後進んでいくと思います。いずれにしても、日本を記した最古の文字が国外にあるというのは意外だったわ。さて、日本の2文字がこの墓誌の価値を高めたことは間違いありませんが、そもそもここに葬られた猪間成という人物はどんな人だったのでしょうか。墓誌によれば、真成は開元22年西暦734年に長安で覚死したとあります。逆算して誕生したのは699年頃だということがわかります。そしてこの間に日本から唐に渡ることができた遣唐使は2回です。このどちらかの一員としてやってきたというわけね。そういうことです。ただし、真成が唐に渡ったのは、おそらく717年の第9次遣唐使の留学生としてだろうと言われています。一方で死去前年の遣唐使として渡ったという説もあります。もし留学生ではないくらいの高い使者の一人としてであれば、死去の際に、少尉本庸の官職を与えられても不思議ではないという説です。しかし、もしそのようなもともとくらいの高い人物だったのであれば、死者の名を記した日本側の記録に存在しないはずがありません。そういった理由から、猪間成は717年の遣唐使で唐に渡り長期滞在することになった留学生の一人だろうと考えられているわけです。そしてこの717年の遣唐使留学生の同期となるのが、安倍の中麻呂と吉備の真吉備です。歴代屈指のメンバーと同期なのね。同期の吉備の真吉備も唐から帰国した時まで日本の文献には登場しません。真成も同じく出発の際は文献に記載されず、その後帰国が叶わなかったため、墓誌の発見までその存在すら忘れられていたというわけですね。猪間成は中麻呂や真吉備と切磋琢磨して勉学に励んでいたというわけね。留学生だったならばそういうことになりますね。墓誌から想像するしかありませんから、真成について確実視できる行動履歴というのはこの程度です。でもさ、真成が日本で何してたかというのは全く想像ができないわけ。真成の日本での出自についてもいくつか仮説が立てられています。そうなの。真成のルーツを想像するヒントとなるのは、猪間成という人名そのものです。先ほども言いましたが、猪間成という名は墓誌に彫られていた、精神性という名をそのまま日本風に呼んだ名前です。当時は日本に、いという名字はないので、日本にいた時からこの名前だったわけではありません。完全な現地用の仮称と考えるのが自然よね。しかしです。もしも真成が本名をもじってこの中国名を作り出していたとしたら、精神性から本当の名前が想像できるかもしれません。ロペスとかサントス的なやつか、ちょっと違うんじゃない。学者さんたちが注目したのは、名字となる、いという字です。本名は、いという字が入った名字だったんじゃないかと考えたわけね。そういうことです。そして、いという文字の入る二つの氏族を候補として割り出しました。ほう。それがこちらです。桂井。藤井です。井上。井瀬です。学者さんたちは、いという字から猪間成がこれらの氏族ではないかと考えたわけですね。そして、この藤井氏と井瀬氏双方の基盤があったのが、現在の大阪府藤井寺氏、なのです。猪間成の墓誌発見後、藤井氏や井瀬氏の名が囁かれた直後から藤井寺氏の対応は早かったです。藤井寺氏では墓誌に関するシンポジウムなどが開かれ、猪間成は氏のマスコットキャラクターにも採用されます。真成くん爆誕。そして、ついには墓誌の里帰り計画がなされ、墓誌発見が発表された翌年に早くも実現し、2005年に藤井寺氏で一般公開されました。驚異的なスピードだな。関係者の方の努力によるものよ。現在でもレプリカが常設展示されているそうです。こうして猪間成の魂は1288年ぶりに故郷に帰ってきたわけですね。めでたしめでたしだな。でもこれって猪字が本名に由来していた場合の話よね。まあそういうことですね。墓誌にある精神性という名前が藤井氏や猪瀬氏から来ている説をお話ししましたが、そもそも本名とは全く関係のない現地使用の名前である可能性も大いにあるわけです。現に同期の安倍の中麻呂は、長江という本名とは全く違う現地名を使用していました。そして日本には、いという名字はありませんが、
唐の時代現地ではこの字の名字はあったんですね。そういったことから精神性の名が完全に本名とは違う現地名だという説も存在しているわけです。まあこうやって星一つから色々と想像を膨らませること自体がロマンよね。こうやって一度は忘れ去られた人物の存在が明らかになって、その人生に思いを馳せることもいいものですね。今日もご覧いただきありがとうございました。また見てくださいね。チャンネル登録をお願いします。奈良時代もあとちょっとだぜ。それでは今日はこの辺で。ごきげんよう。